11月3日の文化の日、旭川市の科学館や博物館などが無料開放され、各施設はにぎわいを見せていました。これサンストーン、サンストーン、これはね、ラブラドライト、ラブラドライトだね。科学館にできた長い列、お目当ては宝石としても使われる天然石。好きな石が一つもらえるとあって、開館と同時に行列ができました。キラキラで可愛い、はい、家で大切に保存します。選んだ天然石は名前や特徴が書かれたカードと一緒にプレゼントされました。もらった天然石を顕微鏡で観察することもでき、子どもたちは鉱物に関心を深めていました。博物館ではアイヌ文化に親しんでもらおうと、アイヌ模様のコースターやしおりを作る工作会が行われたほか、アイヌ衣装を着て記念撮影ができるコーナーも設けられました。学校の社会見学でここに来たから、それで今日面白そうだったから来ました。今の服よりちょっと重かったのでびっくりしました。模様とかどうですか？綺麗でした。旭川龍谷高校郷土部の生徒によるアイヌの風習や歴史についての研究発表会も行われ、参加者はアイヌ文化を深く学んでいました。また中央図書館では大学生が企画したキッズランドのコーナーが設けられ、子どもたちはそこでモグラ叩きゲームや巨大なパズルを楽しんでいました。文化の日、各施設に訪れた子どもたちにとって楽しい休日になったようです。姿勢モニターを募集しています。姿勢や市民生活に関わりの深い課題などについて、インターネットを利用したアンケート調査に回答していただくものです。中学生以上の幅広い年代の方からの意見を把握し、姿勢運営に生かしていきます。興味のある方は広報・広聴課までお問い合わせください。